稲本、中村健吾、ディフェンスの裏をついていく黒津を走らせます。中村健吾からチョンテセ、前を向いて囲まれながら黒津に出した、黒津左足流し込んだ、追加点川崎、よく触った、届いた、左足が先に触った、まさに流し込むような角度を変えて黒津の追加点。中村健吾から出たボール、チョンテスが体を生かしてキープして黒津に渡して左足、まあ、前半自分のリズムで相手のディフェンスをかわしてね、シュート復活選手がこんな難しいシュート決めるんだからね、はい、まあ、それもポテンシャルクロス高いんだろうと思いますけど、これも難しいですよ、トーキックでしょこれ、股抜きでチョンテスが抜くんですねここ。そうですね、その後に黒津が頭で触る、ほんのちょっとだけ、これは難しいよ。まあチームにとっては本当立ち上がりの PK も含めて、後半立ち上がりこれで黒津の点で本当楽になりましたからね、はい、黒津のゴールが決まりました。